元気のチャンネルでは珍しいでございます。マジやばい、マジウェイよ。どうも皆さん、こんにちは、元気でございます。本日ですね、ユニクロの新作でマジで買わないと損するアイテムがあったので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。今回のアイテム、だいぶ好みが分かれるアイテムなんじゃないかなと思いつつも、夏の後半にはもってこいのパンツだし、こちらですね、主に活躍するの秋だと思います。秋のアイテムなんだけれども、夏から使えちゃうゲチパなくテンションもぶち上がりのアイテムがあったので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。全国のユニクロに置いてあります。ですので、日頃からユニクロでアイテムよく買うようだったりとか、今週末そういえばユニクロ行く予定だったんではなっていう方は、ぜひ今回の動画最後までご覧いただいて、その魅力をですね、まずはご理解いただければに思います。じゃあ早速行ってみよう。サブタイム、はい、ということで本日はですね、ユニクロの新作皆さんにご紹介したいと思います。これね、マジで良かった。これまあ秋のアイテムなんですが、夏のファッションの傾向だったりとかをちょっとね、簡単にご説明していくと、最初はですね、着回しがしやすいアイテムを購入していくじゃないですか。白 T とか、さらには黒のパンツとかデニムとか、いろいろ購入していくと思うんですが、自分自身もこうどこか飽きてきちゃって、グラフィックの T シャツだったりとか、それにですね、変化を加えるような色のあるアイテムや柄のあるシャツとかを購入していく方がですね、増えてくると思うんですね。で、そうした時にそれをですね、8月のこのタイミングで柄シャツ王子8000円9000円とかで買ったら、活躍してくれるシーズンっていうのはすごく短いので、どうせだったら秋も使えて、なおかつ夏のファッションのマンネリを解消してくれるアイテムがユニクロの価格で、ユニクロでサクッと買えるアイテムだったらめちゃくちゃ最高じゃないですか。そうした中で今回購入したのが、じゃん、ということで、こちら2つのハイライズジーンズを購入したんですが、この時点ではなんだ、ただのデニム買ったんかいって思われるかもしれませんが、違うんです。こちらですね、なんとシルエットがフレアなんですね。はい、フレアのハイライズジーンズを今日はユニクロでブラックとインディゴ購入したんですね。なんで夏のトップス、白 T とか黒の T シャツとか、まあ非常にこうベーシックなアイテムでも、パンツのシルエットを変えるだけでガラッとですね、印象が変わるのと同時に、韓国ファッションのトレンドからフレアパンツが非常に流行った中で、そういった韓国ファッションの一時のですね、まあ落ち着きがあって、フレアパンツあまり入ってこなかったなって方でも、このタイミングでのフレアパンツは、まあ、改めてやっぱり足は長く見えますし、非常に新鮮にかつかっこよく感じる方は多くいらっしゃると思うんですね。で、それがですね、ユニクロでなんとデニムでフレアシルエットで買えちゃうんですよ。マジやばい、マジウェイよ。で、こちらコットン 98% の 2% ポリウレタンなので、他のデニムに比べてかなりですね、伸縮性が感じられるストレッチ性のあるデニムとなっております。縫製とか素材感もすごくね、高見えするかというといい意味で薄いので、まあちょっと夏から使えていく感じがありますね。でですね、遅かれ早かれ言わなきゃいけないので、ここのタイミングで言うとですね、このデニムはですね、なんと現時のチャンネルでは珍しいウィメンズのアイテムでございます。僕はあまりこうウィメンズのアイテムを積極的に買わない方ではあるんですが、メンズのコーナーにめっちゃいいデニムあんじゃんと、でサイズ見たら23ぐらいから始まって、と思ってよく見たら、ウィメンズのアイテムだけれどもメンズの方にもどうですかという風に、このパンツだけウィメンズなんですが、メンズの商品が並んでる中にサクッと置いてあったんですね。確かにいいかもと思って実際に履いてみたらマジで良かったんで、ついつい2色買いしちゃいました。シルエットはどうなのかとか、さらに履き心地がどうなのかっていうところを本音レビューしていきたいと思います。はい、ということでですね、早速このボトム実際どのような感じになるのか皆さんにご紹介していきたいと思います。それがこちら、へい、ということでいかがでしょうか。僕はですね、裾直しをせずに結構スッキリと履けてますね。まあウィメンズのアイテムだからこそ、結構ユニクロのデニムといったら裾がねかなり溜まっちゃうイメージではあると思うんですが、スニーカーにちょいかかるぐらいのサイズ感で履けていますね。やっぱまあ股上はね少し浅いので窮屈な感じはあるとは思うんですが、皆さんのピンピンが正常である限りは割とまあ大丈夫かなと思います。ウィメンズのフレアパンツって中にはねすっごい広がってるものあるんだけど、こちらのフレアのボトムに関してはそこまで広がっていないかなという印象でございます。 2% ポリウレタンが入ってるんで、先ほども言ったんだけど、すごいね伸びるのよ、過ごしやすい。なんか友達とサッカーしようぜとか、スポッチャ行こうぜとか、なんかこういったなんかアウトドアな
シーンでもなんなら究極使えちゃいそうなボトムですね。あと全然関係ないんだけど、この下に結構ここら辺が膨らんでいる理由としてあるのが、これとね一緒に紹介しようかなと思ったのが、ユニクロのワッフルのロンティーがですねリリースされていて、それもねなんかいいなと思って購入したんですね。なんでまあカットソーとかの素材感よりもより肉厚で、かつスウェットより厚いという中間ついたような素材感のアイテムなんだけども、3、4年前とかは割とすっごい流行っていたんで、タンクトップを中心にですけど、ワッフルの素材感もいいよなっていうのが前まであったんですけど、なんかここ最近自分自身ずっと着ていなかったからこそ、自分なりにワッフルの素材に関してめちゃめちゃね着たくなっていたんだよね。でユニクロでリリースされていたから買ってみたんですよ、 XL で。で結構程よくオーバーサイズで、先ほどねまくるとかなんて結構そのここら辺がすごい溜まっちゃうんだけど、1枚で着る分にかっこいいかなと思って購入したんだけど、試着せずにもうね乳首が透けること透けること、あとはこの首のハイネックと手首のリブの色の変わりもねすごい起きちゃうぐらい、結構ね購入して少し残念だったトップスでございます。もちろん店頭で試着したりとかすればよかったんですが、大丈夫かなと思ってそのまま購入して持って帰ってしまったんですが、少しね透ける感じがありましたね。もし店頭でワッフルのこの素材いいなと思ったとしても、試着してみることをお勧めします。もちろんこの下に T シャツやらロンティーとか着ればいいじゃんって話はもちろん分かるんですが、ただスウェットとかだったら確かにインナーに着るのは分かるんだけど、このカットソーのロンティーに近い感覚で着たいのに、なんかそれをわざわざ1枚重ねて着るっていうのは、なんかだったら違うアイテム買うわって感じだから、少しね残念だったアイテムでございます。で話は戻し、シルエット綺麗じゃないので、夏コーデで3コーデぐらい着ていきたいと思います。いきます、せーの、はい。ということで、ちょっとねリアルな日常のコーディネートを意識してあえてマスクをつけてみたんですが、王道の白 T と合わせてみました。まあ白 T のコーディネートでありながら、足元がフレアになっていることによって少しこう鮮度が感じられるかなというふうに思います。あとは細身の黒スキニーのパンツ好きだったんだけど、なんかちょっと時代の流れによってなんかあんま履きづらいな、とはいえ細いパンツ好きなんだよなって方なんかには、このデニムめちゃくちゃにおすすめ。まあ今ずっとブラック入ってます。あとはせーの、はい。ということで、足元スニーカーではなくサンダルにして、より涼しげな印象にした後に、冒頭で着てたウィムの新作のシャツをですね肩に巻いてみました。非常にベーシックなコーディネートではあるんですが、普通すぎないコーディネートが完成していいかと思います。シャツはせーの、はい。という非常にシンプルなコーディネートなんですが、まあこれが最強なんですよね。デニムをインディゴに変えてみました。そうすることによって白 T と、ね、デニムって非常にこう相性がいいアイテムなんですが、シルエットですね遊びを稼ぐことによって、よりちょっと中性的なコーディネートになったかと思います。現在僕はですねウエストが細いので、日頃パンツとかは S サイズを中心に購入することが多いんですが、ベルトなしで履けています。ちょっとまあウエストは26で履いていますね。ちょっと細身の男性の方とかは割とサイズどんどん小さく選べるので、そこも利点かなというふうに思いました。でね、驚きなのが価格よ、価格。みんないくらだと思う？これね2990円なの。めちゃくちゃ安い、めちゃくちゃ2990円、セール価格じゃない、プロパーが2990円、めちゃくちゃ安いから急いで買った方がいいと思う。下の概要欄貼っとくんだけど、めちゃくちゃいいアイテムだった。じゃああと2個でぐらい着替えていきたいと思います。それがこちら、はい。という少し攻めたコーディネートにしてみたんですが、スタジオニコルソンのグリーンのですねオーバーサイズの、非常にこうインポートのブランドらしいグリーンのカラーのシャツにインディゴのデニムを合わせてみました。ここで言いたいのが、まあ、非常にオーバーサイズのシャツなんですが、細身のパンツにフレアで足が長く見えることで、有彩色と有彩色の少しカジュアルな色の合わせ方だったとは思うんですが、夏の終わりにはですね少し砕けた中和の理論からちょっと外したちょびっと個性のあるコーディネートをねしたくなる方が多いと思うので、こんなコーディネートいかがでしょうか。そして次のコーディネートご覧いただきましょう。それはこちら、はい。ということで、まあ秋コーデにいろいろ着替えていきたいんですが、ボーダーのバスクシャツをですね合わせてみました。あまりねたすき掛けする必要もないとは思うんですが、まあ今の気分でちょっと合わせてみました。足元スニーカーにしてみたんですが、スニーカーって足の甲のシューレースとか、あとはタンによって、まあ、非常にこうボリュームがあるのでそれはたまりやすいんですが、ただそれでも程よくワンクッションたまるぐらいで、革靴に履き替えると、はい。ということで、より足元がですねすっきりしたかと思います。結構ねハイウエストで履いてるんだけどギリギリだね、だからそこら辺はちょっと気をつけていただきながら、こんな感じですね。はい。でね、次のコーデで着替えていきたいんだけど、僕これからね大して行かなきゃいけなくて、麻酔が効いているので多分喋れない状態が続くと思うので、音楽とともにいろんなこのデニムを着回していきたいと思います。ぜひそちらご覧ください。話せそうだったら話します。それがこちら、はい。ということで、歯医者からの生還だぜ、よいしょ。ということで、いやみんなね虫歯はほっとかない方がいいですよ。僕ほっといちゃったんですよね。で今治療してきました、復活。はい。ということで話は戻りましてですね、まあ何回喋れるので喋
喋っていくんですが、先ほどまでずっと白 T に合わせていたんですが、今回少し暗めの色でポニーと組んでみました。いかがでしょうか。非常にですね、そのフレアのシルエットがちょっとこう足を長く見せてくれてるかのような、そんなシルエットになってるかと思います。さっき歯医者行く時に携帯、財布、キーケースとか入れたんだけど、そこまでね、そのポケットの容量は大きくはないですね。2つ折りの財布がもうベリティだけでパンパンになってるんで、お尻周りは本当にレディースライクな形で結構パンパンになっています。で、これを夏コーデでもし合わせるとしたら、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。本当にベーシックでめちゃくちゃシンプルなんだけど、ちょっとシルエットに遊びがあるって感じなんで、本当に僕みたくこうシンプルなコーディネートが好きだよ、でもそのシルエットだとか素材感で楽しみたいんだって方は、このデニムパンツめっちゃハマるんじゃないかなというふうに思います。はい、この細身のフレアシルエットを生かして、着丈が非常に長い小森の 21AW のバンドカラーのシャツを合わせてみました。全体的に暗めなんですけど、歯医者行ってちょっと気分落ち込んでるから、なんだろうね、歯医者終わった後なんか気分落ちるよね。ちょっとコメント欄で励ましてください。疲れた。もう全身ブラックにしてみましょうか。いきます、せーの。はい、ということで、もっと本当に会社後の気分に合わせてですね、よりちょっと落ち着いたデニムのカバーオールにですね、黒のフレアデニム合わせて、そこにブーツを合わせていくというコーディネート、いかがでしょうか。シュタインのね、AW の新作ですね、セットアップで購入して、まさしくその黒のちょっとねワイド気味のセットアップで着れるアイテムなんですが、それをですね V ラインシルエットで合わせてみたというコーディネートでございます。頭の中に歯医者しかない。開けるとこんな感じですね。いかがでしょうか。全身色は暗いんですけど、素材だったりとか、あとはポケットのデカさも見えないかもしれないけどね、ポケットのデカさだったりとか、あと素材感だったりとかで遊びを入れているコインでございます。なんでこれに、はい、ということでこんな感じで、異素材というかメッシュ素材のバッグとかを合わせていくと、かなり雰囲気のある21時頃に表参道で歩いていそうな人のコーディネートに仕上がりますよね。多分アパレルのスタッフの方が帰宅している時のコーディネートでございます。いかがでしょうか。このコーディネートいいの。このコーディネート好きな人コメントください。で、全く違った白を使っていきましょう。それはこちら。はい、ということで、これまたシュタインの新作のシャツを合わせてみました。いい加減ブーツ脱げるって話だと思うので、あえて履いていくというスタイルなんですが、結構ブーツ男性が履いていることに対して女性の人気支持はね結構低いと聞きますが、自然と足は長く見えてかっこいいよね。ただハイカットのスニーカーぐらいがちょうどいいかなと思います。せーの。はい、ということで、この横からのシルエットめっちゃかっこいいね。ということで、スニーカーに変えてみました。で、まあちょっと袖まくった方がかっこいいかなと。はい、というので袖をまくってみました。いかがでしょうか。まあそんな感じで、白シャツのコーディネートでもパンツの幅がちょっと広がっているだけで全然こう見え方も変わってくるようなアイテムですので、これがなんと2990円で買えちゃうんです。ぜひですね、気になる方は下の概要欄のリンクに貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで最後にですね、僕がめちゃくちゃお気に入りのシャツを合わせてみました。こちらの詳細は皆さんお待ちしていただければというふうに思います。では今回の動画が少しでも参考になったり、いいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。